こんにちは、山田です。宮城県の大崎市に来ております。バス釣りです。今日は一人ではありません。今日はバス釣りの師匠と言っても過言ではない方をお呼びしようと思います。今日のゲスト、どうぞ。釣り子育部の熊里です。よろしくお願いします。やった。佐藤さんの方がですね、最近 YouTube チャンネルを始められたと。そうです。でしかも釣りのチャンネル、ね、はい、ということで今日は一緒に釣りをしに来ました。バスですね。佐藤さん、これ地元っていうか、そうですね、地元って地元近いとこですよね、はい、ここってどうなんですか。釣れなくはないと思います。なんか僕にちょうどいいみたいな。そうです、俺らが山田池って名前をつけたんです。どういうことですか。それは山田さんがこの動画を出してて、はい、釣れてないと思ったりないから。そうですね、前回一回ね、佐藤さんと南川ダムに行かせてもらいまして、 その後も金ヶ崎で何回か釣りしたんですけど、全く釣れなかったんですよ。何としてでも釣りたいと佐藤さんに連絡をしまして、はい、だったらいい場所があると言っていただきまして、もう探しました。で、大体みんな自分の名前つけてきてるから、今日山田池って名前にしましたから。暑いだけです。そうですね、はい、暑いんでちょっと夏バテ熱射病には注意しながらやっていきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。今日はピンク、お、派手色、派手色の方がいいかな。おっていう釣りの道を片手に叩かれるんですか。持ってますよ。おお、釣りましたから。やっぱこれありなんですね。全然ありです。超強いです。じゃあこれ今日も使いますわ。使いますよ。ちょっと今日はこれで釣りたいと思います。マジっすか。なるほどなるほど。ルアーを変えてみました。お、来た。あれ、来た。なんかルアーが変なとこに行ってる。タコ。よし、バス釣りました。それあれします、らして、ごめんって。20センチぐらいですかね。おお、取れたか。やった。この山田池っていう場所ですね。もう完全に俺らが名前つけたんですよ。山田さんのために見つけた場所です。マジで釣れましたね。釣れますよ。やべえ、ちょっとやっぱ楽しいですね、釣れてくると。自分で釣ったって分かりましたよね。そうですね、釣れたじゃないんですよ。グッてきて、おっつって引き上げて。そうです。このワームで今釣ったんですね。今そうですね、ゴブリング。ゴブリングだ、ジャッカル。ウォブリングですね。ウォブリング、
ジャッカルの。まあゴブリンって覚えててもいいっすよ。いやー釣れた。よかった。これだか。よっしゃ。黒です。これを。おお、やっぱゴブリンいいんだ。ラインが走ってからでいいっすね。走るっていうのは持っていくってことですか。そうですね。そしたらフッキングですね。なるほど。奥にいるな、多分。いるんですよ。飛ばない。いや、脳進化なんでしゃあない。あともう、反応待ってもらうだけですね。あ、見た。ちっちゃいな、こいつ。食えないかもな。お、お、お、スイッチ入ってるっぽい。食った、食った、食った、食った。やった、やった、やった、釣ったっすね。あ、ありがとうございます。やったよ。お、山田さんバスです。やった。ありがとうございます。めっちゃ楽しい。見れるのがいいっすね、ここは。動画です。スタートしたら。スタートですか？あ、来た。来た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 。あ、本当だ。上顎ついてる。上顎にかかってます。いやー、これはこのサイズとはいえ楽しいです。はい。十分楽しい。ああ。なんか美味しそうですけどね。うん。ね。はい、ということで結構釣ることができて、そうっすね、正直めっちゃ楽しかったですね。楽しいっすね。ちっちゃくてもまあ全然楽しいんで。楽しいっすね。なんかかかる瞬間というか、はい、あれ見える、まあちょっとな、そうですね、見える時、ね、見える、今日は見えたっすね。そうっすね、まあ、タイミング良かったっす。ああ、見えた方が初心者的には楽しいっすね。あ、見えば釣るよ。はい、うん、そうっすね。はい、でですね、佐藤さんも YouTube チャンネル、はい、釣りチャンネルを始められたということで、はい、どうなんですか、バス釣りがメインですか。いや、もうバスとは、女子とは、はい、あ、海から川から全部やってますね。お、まあ、よければ船とかもやっていきたいですね。
まあ、じゃあこの佐藤さんのちょっとやんちゃな部分も今日は見れるチャンネル。いや全然やんちゃじゃないです、真人間です。ちょっとね若い頃、若気の至りも、いや、ね、そういうのないっすから。あ、ないっすか。ないっす。あ、余計なこと聞くなと。そうっすね。概要欄にあのチャンネルの URL も貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあまた今回行きましょう。ということで今日はバス釣りめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。